佐賀江城は、出羽国村山郡佐賀江層にあった、日本の城である。佐賀江城及び市場と、周辺地形佐賀江城市住江寺に移築された、辰見門現在の佐賀江城のある地域に最初に館を建てたのは、大江広元の着南、大江地下広だったとされる。親広は、上級3年、上級の乱において、後鳥羽上皇の側につき、敗れると佐賀江層に占拠したという。 上映元年御成敗式目が制定され、鎌倉幕府の歓気が解かれると、佐賀江省内建てに館を建てたという。佐賀江城を城として整備したのは、佐賀江大江市として、初めて佐賀江市を名乗った佐賀江時氏とされる。追記年代は、南北朝時代末期から室町時代初期にかけてであり、当初は方形短角の平城であった。 その5条の拡大に合わせて2の席の改作が行われると、二の丸三の丸が築造され、天文3年製作名、佐賀江城を超えずによれば三重の堀を持つ、連隔式平城となった。この時の規模は、本丸、東西110メートル南北180メートル、二の丸、東西250メートル南北330メートル、三の丸。 東西400メートル南北550メートルというもので、堀の内回りには土塁が築かれていた。堀幅は広いところで12軒あり、本丸には2つ、二の丸には3つ、三の丸には5つの門が存在した。さらに三の丸堀の東側と西側に川を巡らせ、堀を補っている。二の丸三の丸には重心の屋敷を廃し 二の丸の東北隅には祈祷寺として、新言修奏持寺を三の丸東北隅には、薬師堂を配置した。現在も残る七日町、東下市町などは、佐賀江城を中心として、城下町が形成された名残である。永禄三年、最上義盛、義光に攻められるが撃退する。最上市の拡張戦略は、この敗北で一時頓挫することになる。 しかし、天正二年最上市の内向である、天正西条の乱に巻き込まれた佐賀氏市は、天道市、白鳥市、倉造市、延沢市、さらには、同族の白岩市、溝野武士、左、沢市により攻められ、本丸を残して攻め崩されてしまう。天正十二年佐河江市が最上市によって滅ぼされると、当初、吉光の直轄地であったが、文禄年間着難。 もがみ康に与えられた。慶長5年の慶長では合戦では、上主義康が、伊達氏への救援要請や米沢からの、上杉軍主力との対決のため留守にし、長崎中山氏が守るが、将内上杉軍によって攻め落とされる。一方、直江金継別動隊が白高から八沼城を落とし、左沢に進出した後、山の辺で本隊と合流している。 9月29日、関ヶ原の廃砲に触れた本隊は10月1日撤退を開始し、佐賀江城の省内税も引き上げた。その後、慶長7年頃から弟家地下が上司となり、慶長14年から15年頃家地下が山形城に移ると、旧佐賀江市家臣の佐賀江肥前が2万7千国で在城した。慶長19年、もがみ光が病死し、 佐賀江比ゼが巡視すると、モガミ暗クライリッチとなった七千国となる。元那八年にモガミが海域になると、鳥石の預かりとなるが、元那九年から翌関永元年にかけて、本丸を残して堀を埋め、土塁を崩した。教法八年の古地図には、本丸の堀や土塁が描かれていることを確認することができる。現在は、跡地の大部分が、 佐賀市立佐賀小学校及び住宅地となっており、わずかに石碑と掘り跡を残す。また、三の丸にあった辰見門が、墨江寺の三門として移築されている。佐賀市もがみ市、家近いごただし、親広が盾や城を築いたという一時資料はない。この時廃城にされたと返される。佐賀館 p からは、 佐賀江市十三代と茂広によって回帰されたと伝わる。安中坊慶府、佐賀江大江市、P232、立岡光重茂の祖父にあたる。天正二年佐賀江城攻め時の城主が、剣広であること、養子を迎える約束をした、最上義康が、天正三年生まれであることによる。佐賀江大江市によれば、天正六年没。白鳥長久及び八沼城主。 岸見まさか守るの妻も、吉川誠二の娘だという。天正4年3月11日、大江高本上、君平氏し系図さがえし探し。ありがとうございます。